おはようございます。急にだからなんか言えって。今ズボン脱ぎかけたやんか。今日はですね、茨城県に来ておりましてですね、新しいイベントの候補地を探すためにですね、茨城県までやってまいりました。まあ、いわゆる現地ってやつですね。現地調査してですね、借りるところに相談に行こうかなと思っております。はい、なんやなんやって。なんもないわ。葉っぱだからよ。無言で取り上がって、なんですかと。なんもありません。そうですか。いや、いいよ。なんですかと聞いておるんです。なんもありません。なんだったらジジイの生態とかいらんでしょ。いりません。いらんやろ。ほんなら早く切りなさい。いらんでしょ、そんなに。いや、おデブやったら靴下履きにくいやな思って。別に履きにくくないじゃないですか。履きにくそうしてました。僕はあれが普通なんですけど。全然履きにくくないけど。何普通やとしたらずっとおデブという。違うよ、別にずっと細い時からああいう履き方ですけど。何かありますか。何かありますかって。ありません。そう、今ね、旅してないじゃないですか、はい、動画も上がってないじゃないですか、うん、旅暮らしね、うん、まだてめえらは何を一体やってるんだと。ああいうね、そうね、ところですよ。いや、思いますよね。いつになったらこいつら旅始めんのと。イベント終わりの休憩長くねと。いや、別に休憩してるわけじゃないんやけどね。そうそう。せやから、うん、今日は旅の動画が上がってない時にどんなことをしているのかという生態をね、なるほど、調査したいなと、うん、はい、思います。いうところですよ、はい、ほんならまず見に行きまっか、はい、まあ、その前にご飯食べようや。飯か、うん、とりあえずなんかさ、ちょっと繁華街の方のね、コインパーキングに車止めてますんで。そう、今日はパーキングです、はい、コインパーキングでございますんで。街に出るとね、やったらコインパーキングだよね。そう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 。まあでもね、ちょっとね、街から少しだけ離れただけでね、安く止めれるじゃないですか。24時間で400円。そう、安いね。駅まで歩いて5分。まあ5分はちょっと厳しいか、まあまあぐらいやから全然ね、全然十分十分、徒歩圏内お散歩がてらね、うん、行っちゃいますか。飯は何ですか。いや、わかりません、何も決めてません。なんかちょっと歩いて、歩いて探す感じですか。まあ駅近いからなんぼでもありそうやからね。なんか居酒屋とかでもよくランチやってるのもあるよ。あるね、まあ、最近ね。そういうのでもいいし、行ってみましょう。はい、はい、何時に入りましたっけ。何時ぐらいだった。5時ぐらいちゃうかな。あ、じゃあ全然余裕ですか。4時。あ、でも5時回っとった気がする。役所行ったんだって。5時回ってるやん。役所は、ね、郵便局行ったんだ。せやな、うん、ご飯を探す旅に行きますか。とりあえずとりあえず駅の方行こうか。そういうことですね。何ですか。何ですか。この広場でイベントをしたいなと思ってるんですよ。よくない？ね、うん、そこの階段から降りてくるのね。そうそう、駅使う人が一応、まあ、まあなんか、今日は平日の昼間なんで。そうそう、平日の昼間なんだけど、こう、ここは市の持ち物らしくて、まあちょっと市役所行った後で確認するんだけど、まあ、借りれるかどうかってところですよね。イベント的に OK なのかどうかっていうところがあるので、うん、特定多数の人にシェルを見てもらうのは、こういう場所いいかなと。駅前ね。はい、思って。で、まあ茨城県やから、関東からも行きやすいかなっていう。うん、どうしたね。飯は。あ、飯どうしようかね。飯は腹減ったけども。中で食べるなんか。あ、なんか行きますか。何あるかわからん。当面の間休業でした。ね。ちょっとあの、こんな駅前なのに昼飯難民になってんねんけど。そんなことありますか。おかしくないですか。え？おかしくないですか。いや、おかしいですね。平日ですよ、今日は、ね、ここでしょ、居酒屋のランチ。昼から豪華に行っちゃいました。刺身定食。刺身定食ですかね。刺身定食1150円ぐらい。昼から豪華。これでご飯とお味噌汁が食べ放題。うん、とグラの親子丼。ちょっと写真より可愛い。
じゃあいただきます。お食べ出して、じゃあいただきます。うまい。だって海鮮の店やもんね。そう、おいしい。豪華やね。豪華やね。ということでちょっと役所の方行って打ち合わせみたいな、まあ、ちょっと相談、まあ、借りれるかどうかっていうところね、まだだって具体的に日にちが決まってるとかさ、ね、ってわけじゃないから、はい、ここをこういうので借りれるかどうかっていうところやね。ちょっとまず確認したいなと思う。はい、行ってきます。はい、はい、はい、行ってまいりました。なんか行けそうな感じでしたね。そうね、まあ、ただ3ヶ月前からしか受け付けてくれへんみたいやから、はい、様子見たら、ね、そうね、そこまでか。そう、2個目からあので2個ない、この建物の出入り口があるからね。できたら面白いかなと思うね。うん、うん、雨の心配もないし。そうなの、屋根がねあるから。できたら最高。うん、場所もね、駅前やし、うん、こういうショッピングモールの入り口がすぐそばやから、まあ、そう、とりあえずね、借りれるということが分かりました。そうね、分かりましたんで、まあ、なんか申請書とかもいただいてきた。そうそう、よっぽどのことがなければ借りれるでしょう、はい、ということでしたね。何ヶ月前からじゃないとあかんから、まだちょっと詳細は何とも言えんけど。そうね、まだ全然分からんけど、うん、そう、日程もね、やっぱね、市のイベントとかがあったらそっちが優先らしいから、はいはい、そりゃ仕方ないね。そりゃそうだでもなんか行けそうな気はします。まあ行けそうな感じでは言ってた、うん、でもあんまりパンパンに並べすぎると重さがって言ってたね。ああ、確かに。搬入とかどうしたんやろうね。警備員とかつけたりせなあかんのとか、そんなんもあるか。まあそんなんもね、期間と分からんから。言ってもなんか歩道乗り上げて入らなあかんから。そうね、思ったより早かったな。そう、なんかそれは大丈夫ですけどみたいな思ったより問題なさそうやったから、うん、ちょっと進みますか。じゃあ移動ですかね。移動しましょうか。今日はね、ちょっとライブもあるから。そう、ライブしてオンライン会もあるんで。うん、スタバの新しいほうじ茶のやつ飲みたい。いつから。今日から。行きますか、スタバ。行きませんか。いいですよ、僕はもういつも飲みますけど何やねん、いつも飲んやん。戻って、はい、出発の準備しましょう。行きましょうか。はい、どこまで行くのですか。今が茨城県でしょ。埼玉まで戻るか。ちょっとだいぶ走るけど。埼玉ね。2時間44分。まあ3時間。3、4、5、5時。ライブ8時からやったっけ。うん。まあ行けるよね。うん。ということで、埼玉県まで戻ります。途中スタバある？あ、ちょっと分かれへんな。忘れてた。明日にしよっか、スタバ。何やって？お風呂は間に合わない感じですね。全然無理でした。ちょっと張り切って遠くまで行きすぎた。そうね。無理せんともうちょっと手前にしとけばよかったわ。お風呂は明日？明日行きましょうか。今日はなんか買い物行ってから。買い物だけして。そうね。ライブがあるから。そうね、そうしましょう。僕のミスですね。配分ミスったね。配分ミスりました。あれはなんかアマゾンの荷物届くって言ってた。それもね、多分今日届くんやけど、夜届く感じかな。まだ配送中なってるから。それの場所に合わさってるやん、今。そうなんよ。もし、この今向かうまでに届いてれば、もう最高なんやけど。あと5キロなんやけど。無理やな。多分、まだ配送中なってたから。配送完了せへんかったら、QR コードみたいなのが送られてこへんやろ。うん、し、配送完了されへんってなかったら、完了されてないか。取られへんよね。いや、そうそう、だからいないからね。うん、まあどっちにしろ無理だって。明日です。はい、はい、買い物行ってきました。アマゾンくんはまだかな。アマゾンくんまだっぽいのよね。今来てたらもうほんま言うことないんですけどね。来てないね、年々。まあ、なんかちょっと届いてるかだけ確認するな。うん、配送中でございます。まあ、いや、明日来よう。そうね。今日は無理だ。行きますか。じゃあ
ちょっとライブの準備があるので急ぎましょう。はい、はい、到着しました。スタバは？スタバはなしです。なんでですか？明日ですね。明日行きましょう。もう今日そんな時間ないです。キキですね。僕仕事しないといけないんで。あんたどうして取りに行かねえじゃねえか。ああ、取りに行ってくれんの？いやもうご飯やしやめようや。ライブあるし。ケチだね。明日行ったらええやんか。ケチだね。ケチとかじゃないです。どうせあれでしょ、僕のペイペイ買ったら使わないとダメなんでしょ。うん、買わなければいいんじゃないの。なんなんそれ、パリだるいな。いや、買うんやったら、いやもうご飯やからやめましょう。ケチ。ケチとか違うわ。明日、明日ね。明日にしましょう。ケチ。わかった？ケチ。何ケチって。わかりましたか？ケチ知らんのか。ケチンボってことやろ？せや。知ってるよ。これなんでさ、年末とかになるとさ、物が壊れていくの？めっちゃだるいんやけど、これ、ほんま。壊れたん？壊れたんよ、これ。あの、電圧わかるやつね。走行充電つけてるからさ。なんか、あれ微妙に。一番右だけ薄い。右は映んねんけど、左はあのエンジンかけてないと映らへん。あ、そうか。うん。左二つはね。これがね、なんかライトがつかなくなっちゃってさ。こんなんさ、目おかしになるやん、こんなん見てた。あの、病院が空いてない時に病気になるのと一緒ですよ。ほんま、こういうのほんまやめてほしいよね。これ結構ね、重要なんですよ、この電圧見るのね。バッテリーの状態がわかるじゃないですか。うん。いつもこれ見ながらね、手元でオンオフしてるんですよ。ほんまにもうやってられませんわ。なんだその行きましょう。ケチケチとかちゃうから明日行ったらいいやんか。あくまちゃん明日な。今行ってももう6時半とかなるやんか。分かってる。山崎さん取りに行ってくれんやったら別に行ってもいい。いつもあなた行かないでしょうよ、うん、じゃあ買いますか。買いますかって。買います。買う。買います。はいはい。こんな時間からスタバ別にいいですよ、一人で飲みますから。一人で飲みますから別にいいですよ、こんな時間からね。スタバなんてね、甘いものね、うん、おデブですからね、うん、飲む飲む、飲むから。はい、準備しようや、ほんなら。何頼んだの？またチョコレート頼んだの？いやいや、もうダークモカ。これがもうめちゃくちゃ美味しいですよ。いつもそれじゃない。これに匹敵するのは、去年飲んだハロウィンの時に飲んちょっとだけおまけにもらった、あれがもう最高に美味しい。紫も。そう、あれ今年なかったでしょ。うん。ちょっとずつ毎年違うみたいよ。そうそう、あれが最高に美味しかったんでね。おいらはほうじ茶。それ今のやつ？うん、今のやつ。なんか牛皮が入ってるって書いてた。牛皮？あの雪見大福。ああ、そっちの牛皮ね。ああ、びっくりした。牛の方かと思った。よし、ライブの時のあれ気になるね。秩父名物って書いてたやつ。ないって書いてないわ。そうだね。なんとかポテトやな。そう、ちょっと調べとく。じゃがいものやつやな。そう。さ、やるで。おまけさん、とりあえず告知してくれんと。告知？告知しましたよ。ちょちょちょ、あれや、その こっから入ってねってやつ。ライブのあれ作ったから。ああ、ライブのあれを完成させたらいいってことね。うん、の方がいいよね。うん、うん、あとあれやね、あれや、オンラインは国際線と URL なんて入られへんから、うん、もう送ってますんで。はいはい、じゃあやっちゃおう。はい、その前にこれ取らんと。どれ取んの？俺が取んの？自分で取りなよ。お、なんか強力やな。あんた何回目よこれ。草になんか、あ、ちょっと何、ミーもがんといて。ミーはもう入れないでしょ。今モフモフ取ったでしょ。モフモフ取れるんですよ。取らないで。それは無理ですよ。もう注意してくださいよ、次入るとき。うん、うん、ってなんやねん。反対から入ったら大丈夫、うん、取れた。まだいいますね。ちょっと後ろ向いてみーな。あ、後ろは大丈夫やな。多分ここだけファサってる。うん、大丈夫やね。よし、よくやった。なんやね。やべ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 。え、もう多分59分ぐらい。ちょっとバタバタしてましたね。やばいやばいやばい。トイレ行ってたらね。やばいやばいやばい。作業したりしてたらね。気づいたらね。そう、やばいやばい。ちょっと大変な、あっちゅう間に。あ、とりあえず始めましょう。始めよう。そうそう、とりあえず始めよう。まあ、旅友のね、ライブなんでね。そうそう、ちょっと緩めではあるが、まあまあ、でも、あ、59分もう59分でやもう
とりあえず初めてそこからそうね、インにする、インカメでやる、もうそれでもいいよな、ね、配信開始しますか、うん、5秒待って、はい、こっち、これちょっと、まあ、後で開けましょう、 OK、じゃあ今トラハクなっとるわアカウントを切り替えないとね、公開の設定になってる、うん、してる、こんばんは、ございます、今何分？今、あ、ちょうど1分、1分過ぎた。よかったよかったよかった。セーフでしょう。はあ、危ない危ない。髪の毛がすごいもらってるわ。危ない危ない。すいませんね、皆さん。ちょっとバタバタとしてました。年末のクソ忙しい時期に。申し訳ない。こんばんは。大丈夫そうでしょうか。大丈夫でしょうか。はい。じゃあ大丈夫よね。はい。はい。こんばんは。ということで。ということで。旅友ライブ9回目。9回もやってんのか。あれ ?8 ってなってんね。あ、ちょっと、変更し忘れてますね。変更し忘れますか。9回目。ししでも、4、5、6、7、8、9、10、11、13。そうね。9回目です。そうですね。今年の4月から始めて。はい、お疲れさんです。ライブと。ライブと、オンライン会。はい、終わりまして。いや、今年1年本当皆様のおかげでですね、ごめんなさい、これいつ公開されてんやろ、もう年明けてるか、3日です多分、ああ、なるほど、そっか、じゃあいよいよ年をな、明けましておめでとうございますになるわけね今そういうことやんか、だってそうやけど今、うん、なんかね、やっぱ今年はおまきさんも言ったけど、去年が準備の年、うん、今年がスタートの年で、来年が勝負の年かなと思っておりますんで、うん、でもなんかこう、その通りに今はなっていってるなっていう感じはするんで。うん。その来年勝負の年に、どこまでできるか。そうやね。そこにかかってるかなって正直思います。そうね。はい。来年の今頃も、こうやってちゃんとこういうところで年を越せれるのか。うん。リゾートバイトしているのか。いや、今ちょっと正直紙一重な部分があるんで。うん。まあね、新しいチャンネルもあるし。そうね。ちょっと頑張っていけたらなとは。まあでもね、楽しくやっていきたいからさ。それはもちろん。やっぱり、こういう生活やっぱ好きやん、うん。楽しいやん、うん。やっぱ他にはね、ないことなんで。そう。これを続けれるように俺らは頑張っていくだけやからさ。そう、だって仕事もさ、やりたくて好きでやってるからね。そう。うん。そう。最近ちょっとね、やる気に僕は満ち溢れてるからね。まあもちろんね、うん、楽な仕事じゃないけど。もちろんもちろん。やりたくてやってるからね、うん、苦ではないし。そう。ちょいちょい思う時がな、あるのよ、こう、休みを決めてやるとかさ。うん。いろいろ思うねんけど、うん、なかなかそういうのは難しいよね。難しいし、個人事業やと、うん、やっぱりじゃあその休んでる間にできるよね、何かって思うよね。そうだよね。やることは無限にあるから、うん、実際。でもまあ休むとき休むでいいと思うし、休むとき休んでるしね、実際俺は。そう。だから、その、この日休みとかじゃなくて、この日は友達と遊ぶから、お休みとかっていう感じにしてるっていうだけの話やからね。うん、だから何もないときに休むってことはあんまないよね。ない。うん、だから予定があるからその日を休みにするって感じよね。あ、そう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 。だからそれまでに、あ、でもここで休むとこれせなあかんなとか、考えるよね、うん、やっぱりな。それはね、休みまでにどこまで終わらせなあかんとかは絶対あるもんね。どんな仕事でも。そう、みんな一緒やからな。そう。それはね。何の話してんのこれ。知りません。なんか、突然振り返り出したから乗ってみたんやけど、違った。まあまあ。美味しいね、サラリーとしたの飯。サラリーとしてる。そうか。話飛びすぎてまいった。これはいつまで撮るんですか？寝る前ですかね。寝るまで。お休みするまで。今やから、うん、ライブやって、オンライン会やって、うん、はい、終わって、時間が。10時過ぎぐらい？そうね、10時過ぎぐらいですね。どうしますか、今から。なんか見ますか？なんかドラマでも見ますか？見ましょう、見ましょう。ゆっくり見ましょう、今日は。ね、おまきさんはもう、今日全然映ってないからさ。うん。なんでなん？カメラ持ってるから。いやいや、カメラ持ってんのはそらそうなんやけどさ。全然僕しか映ってませんやんか。カメラ持ってるから。誰が見たい僕のことなんか。誰も見たくない。せやろ、分かってんやろ。じゃああなた映らんとダメでしょ。カメラ持ってるから。まあまあまあ。そうしゃあないんやけどさ。せやろ。はい。おまちゃんもういろいろつけて。この一年の収穫やな。収穫。ある意味そうじゃない？だって。いや、まあ確かに。見てよ、このクリームボックスやろ？と、カーニバルでもらったやつ。カーニバルもらったやつやろ？これ、ミニカーの時やんか。ほら、これ、マキさん作った初めの頃のレジンやろ、うん、で、これが中盤のレジンやろ、それも初めやで。あ、これも初めか、うん、クマちゃんの。これ、テム。テム。ほら、
今年の集大成やん。なんだこれ1月にリセットされるの。今年じゃない、去年の集大成やな。どうしたのだ。歯磨きに行きましょう。行きましょう。歯磨き行きましょう。ドラマも見終わったとこやしね。まだ見終わってないけどね。今日は見終わった。まださあと何話あんの。あと5話ぐらいある。まあまあある、うん、今年中に見終わるかな。終わるんじゃない。終わるかな。ちょっと直しますね。うん。なんかすっごい邪魔なあるわ。ちょっと行きました。よいしょ。さあ、寒いね今日も。何度今？今は車は14度やろ。あ、3度やね。まあまあ。マシだけど、俺なんか昨日より寒く感じる。そう？なんかんない。その足のやつ壊したからじゃない。この足のやつもそのあったかくなるやつを壊したんやろ、はい、壊したんかな。壊したんじゃないな。全くぬくくないもん。ぬくくならんのやろ、うん、壊したんや。壊したね。早くない壊れるの。壊れる。壊れたんじゃなくて壊したんや。捨てていい。せっかく買ってよったのにすぐ壊しよった。じゃ壊れんねんて。壊せたんじゃなくて壊したんやろ。寒すぎてさ。寒すぎて壊したってどういうことよ。ね、何難しいね。なんて言ったらいいかわからへんけど。もう壊したんです。まあ歯磨きに行きましょう。すぐ壊すから。歯を磨きに行きましょう。はいはい。お歯を磨きに行きましょう。早く準備したまえ。行きました。ね、また湿ってる。湿らないと寒いでしょ。何ですか湿ってるわ。シベリアのこと言ってるの。そうや。寒いやん、これないと。そうか。寒ない？寒いけど。いや、これめっちゃぬくいんやから、ほんまに。びっくりするで。シベリアぬくいのね。ああ。よかった。しっごいぬくいから。マックスシベって？マックスシベるの？これやろ？これ無敵やから、これ。不審者やないよ。いやいやいや。通報されればいい。これはもう目だけ見えてたらいい。鼻しか見えとらんわ。通報されればいい。ああ、これで行くで。あ、行くで、もう12時半やんか。知らない人です。はい、寝るで。あ、やめたまえ。何なや。やめたまえ、どきたまえ。何やねん。入りたまえ、寒いだろう。入りたまえ。ああ、寒い。よっ。寒い。あたこしみ寒いどす。いや、みんな寒いです。寒いどす。基本大体みんな寒いです。寒いどす。よし。じゃあ、お休みしますか。はい。はい。あ、おまきさん、これ、畳まなあかんかったな。あ、忘れてましたね。こういうタイミングで畳んどかんとな。服だろ、ね、え服。ああ、ほんまやな。明日、あれ、鶏肉ついで自由行ったらいいんじゃん。あ、そうしようか。なあ。でも明日時間あんの？あ、ないな。アップしてもらったらサムネイル作れますよ。でもアップするのに時間かかんの。じゃあ明日はやめとこう。一応3時ぐらい目処に買い方つければなと思ってます。飯は？西はおまきさんはセブンイレブン。ほう。ゴリラは。あ、山岡屋行くわ、このゴリラ。あ、このゴリラ山岡屋行くわ。なんでわかったの？わかるだろうよ。な、だってコンビニとかマクドとかじゃなくてセブンイレブンっていう指定やから。あ、このゴリラ山岡屋行きますわ。なんでわかったの？わかるだろうよ。わかる？そんなバカな。いや、あそこいいやん。おまきさん別にラーメン行きたくないやろ。だから、別に一緒に行ってもいいけど、山岡屋。大丈夫です。やろ？だから別に、進めてませんやん、僕。進めますか？はい。まあ今日はこんな日でしたということで。こういうパターンもあるよねって感じやね。ほんまに引きこもって仕事だけしてる日もあるけど。もちろん。
今回用事が多めのパターンでしたね。今日はちょっとね、いろいろ用事やりつつの移動もあったから。うん。まあ、ちょっと年末はひたすら作業かなって感じやな。そうだね。結構滞ってます。遊んでたから。そうね。確かに。明日からちょっとしっかり頑張って。ちょっと前のめりでね、作業が終われるようにしたいね。そうね。はい。ちょっと新しい方のチャンネルもあるから。うん。バランスよくやっていきたいんでね。うん。そう、まだね、知らない方は。トラハクというチャンネルもありますんで。立ち上げました。はい。概要欄からぜひ。チャンネル登録の方よろしくお願いします。旅暮らしと同じ気合の入れ方で行くタイプのやつですね。もちろんでございます。まあ、ちょっとねトラハックの方は今まだ動画の数が少ないんでね、頑張って作っている最中ですんで、はいはい、ということで今日はここまで。おやすみなさい。おやすみなさい。じゃあ早起きれや、お湯飲んでらんとさ。早起きってやもう。おやすみなさい。